県内ではきょう新たに3人の感染が確認されました8日連続の1桁です新たに感染が確認されたのは仙台市で2人台湾町で1人の合わせて3人です現時点で全員の感染経路が分かっていません年代別に見ると実際歳未満が1人30代が1人70代が1人です県内の新規感染者は、 今月に入っっててから8日連続で1桁となっています県によりますと午後3時時点の確保病床の使用率は県全体で498床に対し25人が入院していて5.0%仙台医療圏に限ると317床に対し24人が入院していて7.6%となっています